私から紹介するね。この方はジョゼフさんで、ジョエルのお父さんだよ。お父さん、この人がさっき話した旅人さんだよ。僕のためにいろいろ手伝ってくれたんだ。雪だるまも一緒に作ってくれたんだよ。ジョエルから話は聞いたよ。本当にありがとう。そうだな、本当によかった。待てよ、なんでサイリス会長がこっそり涙を流してるんだ。それにパラドもいる。今回はパラドのおかげなの。パラド、自分から話して。あれは天気のいい日だった。俺はなんだか運気が上がりそうな予感がして、自分の理念を信じ危険な場所に向かったんだ。危険な場所にはお宝があると考えたからな。なんだか出だしから妄想じみてるな。だけどグループから離れてまだ少ししか経っていないというのに、うっかり足を踏み外して崖から転がり落ちてしまった。うわ、もしかして俺と山の上で会ったから悪い運が移ったんじゃ。俺は普段なら行かないような場所まで転がった。しかも怪我をしてしまって、自分の運の悪さを嘆いたよ。でもその後、音を聞いて駆けつけてきたジョセフさんに会ったんだ。え？あ、思いもよらない結果に。俺は最初彼をイベントに参加しに来た冒険者協会の人だと思ったんだ。けど話をしていくうちに、彼が多くのことを覚えてないことと、自分の名前すら知らないことに気づいた。だけど雪山は寒すぎて、そんな細かいことを考えてる余裕がなかった。だから話は拠点に戻ってからにしようって彼に伝えたんだ。拠点に戻ると、ジョエルの姿が見えた。ジョエルが彼を見ると、まるで凍りついたかのように固まって、それから大声でこう叫んだ。お父さん！と。彼はその時にいろんなことを思い出したらしい。今でもまだ記憶が完全に復活していないが、ジョエルや妻のことは、この二人だけは絶対に忘れはしない。お父さん。ジョエル、お父さんはここだよ。ジョセフさん、本当に他のことを思い出せないのか？イノシシプリンセス、それと雪山で餌をあげたキツネたち。すまない、その他は覚えがない。頭に怪我を負ったせいかもしれない。だがそれすらもわからない。私が目を覚ました時、体中血まみれだった。荷物もなくしてしまい、身分を証明するものもない。仕方なく洞窟に入り、落ち着いてゆっくりと怪我が治るのを待ったよ。足の怪我が良くなってからは、狩りの本能を頼りに生き延びてきた。お父さん、本当に心配したんだよ。大丈夫だジョエル、泣くな。お父さんはもうどこにも行かない。ずっとお前のそばにいる。よかったな、本当によかった。そういえば俺は山でベネットに会ってから運が悪くなったんだ。それは俺も分かってる。はあ、俺は本当に。いや、そうじゃなくて、俺が言いたいのは、それがなかったらこんな広い雪山の中でジョセフさんに会えなかったって言ってるんだ。それに俺たちは無事に帰ってこれただろ。だから自分を責めないでくれ。運も極限まで悪くなれば奇跡を引き起こすかもしれないってことだよ。パラド。お前ってやつは、いつからそんな口が上手になったんだ。え、そうかな。本当のことを言っただけだけど。あ、そうだ。僕、旅人のお兄さんとサイレスおじさん、それからエウレお姉ちゃんとアンバお姉ちゃんにお礼を言わなきゃ。僕と一緒にいてくれてありがとう。僕、みんなといた時間をずっと大切にする。でも雪だるまは雪山を離れたら溶けちゃうよね。連れていけない。
残念だな。それなら私に方法があるわ。ちょっと待ってて。え、エウルは？これでよし。ジュエル、これを受け取って。これは献氷の粉よ。これを君の雪だるまに加えれば永遠に溶けることはないわ。はあ、本当すごいよ。エウルアお姉ちゃん本当にすごい。お父さん、僕溶けない雪だるまを手に入れたよ。やったー。本当に皆さんにはどう感謝を伝えればいいか。皆さん本当にありがとう。お父さん、一緒に雪だるまを運ぼうよ。今すぐ。ああ、いいよ。それでは皆さん、私はジョエルに付き添います。また今度。よかった、よかった。俺とパラドも、冒険途中の規律問題について話し合ってくる。サイリス会長？俺は手柄を立てたから、今回は見逃して。そうだ、君とアンバーにもこれを作ったから受け取ってちょうだい。冬の記念品と思って取っておくといいわ。本当にいいの？これってエウルアにとってとても重要なものなんでしょ？アンバー、こんな時はそんなこと言わないの。わー、これでオイラたちの雪だるまも溶けないな。やったぜ。遠慮しないで。それと、きちんと保管しておきなさいよ。それじゃあ、私とアンバーはまだ処理することがあるから、先に失礼するわ。おう、またな。行っちゃったな。なんだかみんなやることがあるみたいだ。あ、そういえば、オイラたちこんなに長く雪山にいたのに、果物をジュースにして新鮮なままにできる装置をアルベドに作ってもらうのを忘れてた。ルーン。やっぱりティマイオスに何とかしてもらうか。あいつはお人よしだからな。旅人にパイモン、どうしたんだ？ちょっと待って、その何かを企んでるような表情、まさかまだあのおかしな要求のことを考えてるんじゃないだろうね。ティマイオス、オイラたちを手伝ってくれるよな。旅人がいらないって言ってるんだからいらないだろう。だってそれ本当におかしなものなんだぞ。あれがないとオイラの夕暮れの実がダメになっちゃうぞ。でもこんなものを研究する時間があったら、君のために10回は果物を取れるよ。どんなものを研究するんだい？また会ったね、アルベド先生。ちょうどいいところに。果物をジュースにできて、かつ果物を新鮮な状態で保てる機械が欲しいと言われまして。そんなものを。すごく重要なことなんだ。これが発明できたら、もう果物が腐るのを心配しなくてもいいんだぞ。そんなのありえないって。果物をジュースに変えるのは難しくないが、新鮮さを保つのが難点だ。果物を腐らせないようにするだけなら方法はいくつもある。そうだろ、旅人？
首？どうしたんだい？僕の首に何かあるのかい？その表情、まるで僕が悪質ないたずらでもしたかのようだね。アルベド、さっき言った果物を腐らせないようにする方法ってなんだ？例えば、果物を雪山にある溶けない雪の中に埋める。それじゃ食べられないじゃないか。雪山に住むといい。いやいや、おいら寒いのが苦手で。もしくは、果物を僕に渡して、僕が雪山に持っていく。だけど君は寒がりだから、他の人に果物を取りに来てもらうしかない。どうやら、君がやってあげるしかないようだ、旅人。それだったら、なんだかいけそうな気がする。じゃあ、そうしようぜ！果物を雪山に埋めれば、確かに日持ちするようになる。だが、発芽して木になる可能性もないとは言えない。もしかすると、今度君が来た時は、その夕暮れの実が果樹園になっているかもしれない。それらの木に、水や肥料を与え、実がなれば、新しい夕暮れの実を手に入れられる。嫌だぞ！それだと、木を育てることになるから、まるでオイラたち庭師みたいじゃないか！本末転倒だ！そうかい？僕は、庭師になるのも悪くないと思うが。アルベド、なんでオイラの超甘い夕暮れの実を狙ってるんだよ。おや、そんなに気になるのかい？もちろんだ。あれはせっかく見つけたすっごくすっごく甘い夕暮れの実なんだぞ。お前に渡すもんか。ふん、ただの夕暮れの実じゃないか。君は果物をたくさん持っていないから、そのようなことを気にしてしまうんだ。もし懐にたくさん持っていて、心が満たされていれば、簡単にそのような感情に陥ることはない。え？そうなのか？いらっしゃいませ。何かお探しですか？